皆さんこんにちは、奈良岡肉です。今回はですね、私初めての車中泊をしてみたいと思います。今日はこれからですね、横須賀に行きたいと思います。約1時間半ぐらいかかるんですけど、ちょうどね、行く途中に行きたいサウナもあるので、ちょっとそこの銭湯行ってから車中泊スポット行って、そして横須賀で飲んで、でベロベロの状態で帰ってきて、この車で車中泊していきたいと思います。で、私ね、何の車乗ってるかというとね、分かるかしら、ジープの車に乗っています。ジープのレネゲードっていう、そんなにね大きくないコンパクトめな SUV なので、全然車中泊に向いてる車ではございませんが、まあ物は試しでね、どんな感じかなというのをね、やってみたいと思います。行ってきます。めちゃくちゃドライブ日和じゃん。超天気いいんだけど、大丈夫そう？イエーイ、気遊館到着。ではサウナいただいてきます。リニューアルしたばっかりのサウナ室なのでピカピカでした。しかも利用者全然いなくて貸し切り状態で、欲しかったモクタオル L ゲット。モクタオルいいよ、軽くてサウナ持ってく時もバサバラないし。ロゴ入りキャワー。じゃあちょっと今日の寝床に向かいますよ。横須賀コロッケとかな。ブルーライト横浜、あ、違う、横須賀だ。いやー、サウナめっちゃ良かったな。良すぎてさ、明るいうちにもうさ、集中泊の準備とかしたかったんだけども、辺りは真っ暗です。こっから約30分ぐらいで海風公園っていうところに今日は泊まりたいと思います。これっぽい。海風公園。これはこれ第二駐車場かな。目的地は右側です。かな？お疲れ様でした。駐車券をお取りください。今夜のお宿。ちょっと待って、めっちゃビューいいけど。海だよ、目の前。めっちゃ海なんだけど。これトイレ。トイレあるの嬉しい。これトイレの近くがいいけど、トイレの近くがいいけど、待って、めっちゃ良くないか。うおー、めっちゃ開けてるし、ガラガラなんだが、ガラガラ、逆に怖い。目の前海だよ。めちゃくちゃいいホテルじゃん。で、こういう風にこの車乗るの初めてなんだけど、寝れなくないよ、全然いけるサイズ感だし、やっぱあったかいね。だし、あとここ誰もいなすぎて、全然なんか周り一応カーテンとかでね、これから一応隠したんですよ。全然誰も一人いねえ。
ちょっとじゃあ家っぽくしていきます。で、気づいてしまった。今日私マット忘れた。キャンプとかで使うあの簡易マット持ってるんですけど、持ってくるの忘れました。なのでちょっとなんかうまいこと上手に代用しよう。家にあった銀マットを、これを一番下に敷くことであったかくなるかなと思います。これを雑に敷いていきます。ちょっとこの車、ここのリクライニングというか落ちたその部分にちょっとね変な段差があるので、そこを埋める感じで行こうかな。よし、雑だけどこんな感じに敷いといて、でどうでもいい雑に使えるマットも敷いといて、よしよしよし、この中のライトつけてるんだけど、これずっとつけてるとね、なんか多分バッテリー上がっちゃったりすると思うので消します。で、ランタン持ってきたんでね、ランタンをオン。わ、明るすぎるぐらい明るい。これアマゾンで買ったやつ。調光もできるし色味も変えます。すごい真っ白っぽくできたりね、すごいブルーっぽくできたり青っぽくできたり。で、ここにフックカラビナみたいのついてるんで、ちょっとこの辺につけたら、あら、いいじゃんいいじゃん、急にキャンプ感ある、いいよ。で、窓がねまず気になるから目隠ししよう。目隠し Amazon で買ったマグネットカーって、マグネットがこういうところにちっちゃく入ってます。なのでだいたい車のさ、この外ペリテで磁石でくっつくから、ここにパチパチっとパチパチっとくっつくという優れものでございます。ういんういん、はい、タンタン。あ、ここのコマドの存在忘れてたけど、まあこれはいいよ。もう超あったかいやつ持ってきました。シュラフ、コストコで安かった。これにキャンプの時とか家でもよく使ってるこんな座椅子、これキャプテンスタックのやつで、ここにねで、こうやってこうやって、はいはい、簡単簡単座椅子。まあとりあえずちょっと飲みに行きたいんで化粧しよう。ちゃんと鏡を持ってきたから、これでさライト付きのやつだから明るすぎるぐらいだけど、意外とできる。風でめっちゃ揺れる。化粧したので駅へ向かいます。ここからだと歩いて20分ぐらいなんです。ただ寒い寒いので、この寒さを何に酒を飲みます。よいしょ。いただきます。あ、これ、これもしたい。ただいま。寒か、寒い寒い、ちょっと今日寒いけど室内あったか。
内あったかいし、マジ家じゃん。いいお家に帰ってまいりました。寝巻きに着替えます。着替えるよ。これは別に大丈夫。これはやっぱりさ、なんか居酒屋の匂いめっちゃするっていうあるあるありますよね。臭いのでちょっと買ってきました。いろいろ、どこ行ったっけ、化粧落としシートと体用のシートがあるので、お風呂に入らなくても好きできるよってやつ。酔っ払ってるな。体から拭いてちょっと服着がある。これはスーッとしないタイプ。まず体の全部をくまなく拭けるボディシートですね。ゴシ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 、こんな恥ずかしい。ゴシ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 、やっぱ外気に触れた感じするもんね。ゴシ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 、スーッとはしないけど、なんかちょっと清涼感あるから寒い。ゴシ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 、ゲーン。部屋着持ってきたから部屋着に着替えます。ちゃんとナイトブラも持ってきてる。どんな時でもナイトブラ。で、正直これで全然いける気がする。あ、ボトムス今デニムだから、これをちょっとスウェットに変えて、せーの。大丈夫、この下そもそもヒートテック着てんの。ヒートテックを右のよいしょ。でベッドに着替えます。はい、よいしょ。ちょっと足がね、多分寒いと思うので、あったかい靴下大事。これはなんか室田さん靴下だから絶対あったかい。こういうモコモコ系の強いダウン着れればいいかなと思ってたので、これぐらいにしときました。し、寝袋に入ると意外と暑いかなと思ったので、ちょっと軽めに、むしろ汗かいても困る。これで落としよう。なんか大判サイズっていうところに惹かれたので、これにしました。うい、冷た。すっきりする。やっぱ髪がでかいからやっぱ嬉しいよね。あ、オッケー。寝袋出そう。寝袋。よし。暑すぎて起きたことあるぐらいの寝袋なので、めっちゃ暑いと思います。風呂に入って寝よう。もう今日は寝よう。おやすみさーん。
あ、十分慣れるわ、はい、あ、めっちゃいいじゃん。枕、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 首につけるの。これ便利。また明日。おやすみなさい。景色よ。最高やんけ。オーシャンビューやんけ。いい天気かよって、いい天気かよって。割れ目の前も嫌でも目覚めるわな。ねえ、ハトさん、ハトさん、声だけして、もう一回寝まーす。おやすみなさい。寝すぎた。11時になっちゃう。起きよ。それでは帰ります。